<laughs> ちゃんとちゃんと僕白い服着てきたんすけどいや本当だみんな白い <laughs> 僕でも今日はちょっとあっおいいあのー、これあれなんですよあのー、いつだろう、あのー、5月ぐらいに「m f l o の高橋拓さんが主催した、うん オンラインフェスの T シャツなんですよ。えー、で、それえ後ろに自分の名前が載ってるそう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 めっちゃ時間かかったなんかすごいんですよこの細かさがうわ<ー><ー>すごい。<laughs> い <laughs> めっちゃ時間かかってで、しまいには自分がなんてあの名前入力したか忘れちゃってもうそうなってくるといよいよもう <laughs> っていう感じだったんですけど、無事見つけました。<laughs> <laughs> パパ自分でパンぞうって入れてました。<laughs> っていうやつなな<あ>すみません。まあい,いいですか勘弁してもらいます。うん、<laughs> いやいや。っっっきさっききさ思いっきり んカーテン閉めてたねこうさ、背景が映らないとさ、なん,なんか油断しちゃうよね。<laughs> 俺も今、なんか全然ちょっと見られちゃいけないところに一瞬映ってて、ちょっと俺、ドキッとして見られちゃいけない。結果的にいい白バッグだ,、はいはい、だっただけですよね。寄せましたバック、うん、なんか、あたかもこう白バッグベースでこう選んだかのように言ってましたけど。<や> <laughs> ただただクーラーのね空調のでも大事です、ね、そうです,うですめちゃくちゃ暑くなかったですか今日今日は暑いかったですねやばかったよねうんなんかね関東地方は今日ね東京とか初の夏日って言ってたけどこっちちょっと1個上な多分暑さだったと思うんで、うん、はい 数年前に倒れた僕がいるのもなんですけど、皆さん、ご試合ください。思い出しました。そう、思い出しちゃった。俺も今だ。そう。まあ、こっからでもね、梅雨ですからね。まあ、またちょっと違うストレスがかかりますけど、もう今日でも、今日の暑さだったらもう雨降ってくれと、そら思っちゃったけど、俺は。熊本、やばいっすよ。この間練習試合したんですけど。マジチで暑いっす。 やばいです、熊本は。全然違いました。ーあー、ちょっと分かんないな、でもごめん。<laughs> <laughs> やり予定がない。熊本やばいよねって、ちょっと乗っかりたかったんだけど、ちょっと自分の中でのデータが少なかったし、やり予定があったら練習試合ないですか覚悟した方がいいってこといや、結構やばいです。本当に、同じ、近いのに全然違う。 たんでびっくりししま、ね、うん福岡はホームアンダーウェイで熊本でやりますけどね。あ<ー>じゃあ、はう <laughs> しっかり。うんじゃあ、福岡と鳥栖でも結構違うと思うよ、多分。鳥栖の方が暑いと思う。あ、マジですかだって、なんか久留米とさ、だってさ、 だいぶ気温違わないいつも。だって、米寄りだからさ、ああ<ー>、うん、でも、確かあと、福岡練習場も風あるから、まだ割と大丈夫かもしれないです。うんうん、なんか、俺も、その、横浜も割と関東の中では風もあるし、はい、うん、なんか、そんなあったよね、ケーマンね。福岡の土地に比べれば、多分恵まれてるよね、ねきっとね。うーん、確かに。こっちはやっぱ、あっ いいっすね、九州は、うん、ねと思った今日、うん、今日痛感したあの梁四義さんって仙台から来たかびっくりしてた本当に6月だよねっていう話になって <laughs> まだ梅雨入る前にもうまあそんなこんなで 始めましょうか。8時になったんで。では、今日は第、えー、15回か、ディソトークです、えー。九州支部のこのメンバーをで進めさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございします。と、本日のテーマは、えー、組織やべ。組織, <laughs> 組織のためには逃げ道かですね。結構こうなんか、 うん、尖った最近の中ではかなり尖ったテーマだなというふうに思いますけど、あのーまあ、基本的にでもこう団体競技ですしこうやっぱサッカーしていく上でこうチームのためチームプレーとかでチームのためにとか、まあ、もうちょっとこう大きくするとクラブのためにとかでもっと大きくなると町のために地域のためにとかっていうのってすごくまあ うんまあ、よしあしで言ったらすごくいいこととされてきて今までずっと。うん、で多分そこにこうその言葉自体に皆さんは何の疑いもないとは思うんですけど、まあ、やってるこうプレイヤーからするとその中にもさまざまなジレンマがあるというお話で、まあ、今回テーマ出しは鈴木純選手に行っていただいたのでまあ その辺のお話をちょっと。話していただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。と、そうですね。このテーマというか、こういうことを考える。きっかけになったのは、この、やっぱ自粛期間の時に。いろんな本を読んだりとか。いろんな人と、こう、オンラインで話したりとか。こう、知識をどんどんインプットしていく中で。 こう自分のこう軸としている価値観が一番こう揺さぶられたというかそこにうこう自分に対して疑いを持ったことだったのでこれを自粛のみんなの意見とか聞けたらさらに自分にとっていいものになるかなって思ったんでこのテーマにしてもらったんですけど、まあ、僕自身はその組織のこうサイズ感の話を有毒が最初してくれたと思うんですけど僕はまあプラブっていうところで組織を捉えてて。 やっぱり僕は今、アビスパ福岡でプレーしていて、まあ、10年以上プロでやらせてもらってでで、プロでやってるだけじゃなくて、9歳の頃からあのアビスパのアンダー1 2に入って、ずっとアビスパのエンブレムを背負ってやってきてで、そのおかげで自分がプロになれたと思ってるので、で単純に長い期間いましたし。 えー、そこで関わった人間もすごく多くてこう単純に指導者だけじゃなくて、えー、クラブスタッフとかサポーターとかスポンサーとかそういういろんな人のおかげで自分がプロサッカー選手になれて10年以上できてるっていうところでこう何としてもクラブのためにこう何かを残したいっていうモチベーションのもとでサッカーをやっていてでそれはそういう気持ちがあったからこそ 今までやってこれてたとも思ってるしこれからも持ち続けていきたいなって思ってることなんですけど、まあ、この、えっと、練習ができない期間の間にこう格闘家の方をプロデュースしているっていう人と話す機会があってで、まあ、サッカー選手ってどんな思いでサッカーしてるのって話を振られた時に今言ったような話をして、まあ、小さい頃から。 あの地元のクラブに入ってでそこでプロになれたんでそこに対してっていう思いが強いですって言ったらすごくびっくりされてまあスポーツでお金もらってるんだったらこうもっともっと自分に自分自身にこう矢印を向けてると思ったっていう話をされてまあその人は格闘家をプロデュースしてるから例えばこう試合を組むってなった時にこうファイトマネーとかこうスポンサーとか あと、チケットの入場料とか、そういうの全てがこう個人の名前に、すごい責任が重くのしかかってくるっていう話をしていて。で、だからスポンサー挨拶とかも一人で行くし、こう、ファイトマネーの交渉とかも自分が行かなきゃいけない時もあったりとか、個人にかかる責任っていうのが強いから、その分、こう、練習、 にももちろんこうすごくこう命かけるじゃないですけど、うん、そうやって取り組むしそうじゃないところも全てをこう、えー、その競技のために使ってるって話をしててだから僕がこうクラブにいさせてもらってるとかこうクラブのためにっていう話をしたらいやそれ逆なんじゃないのって言われて自分がこうクラブに行ってやってるんだよってぐらいの意識とか持ってやったらちょっと鈴木君変われるんじゃないみたいなことを言われて。うん 確かに俺の中にはそこまでのこう責任とか覚悟ってなかったんですね。うん、でまあ組織のためにやるかっていうこのところの反対側にまあ自分のためにっていうのがあると思うんですけどまあそれがダメと思ってたわけではなくてまあ自分のためにもやってもいいしそれがまあチームの結果につながるんだったらまあそれはそれでいいかなぐらいに思ってたんですけどこうそのプロデュースしてる方の格闘家の人みたいに こうすごいこう自分がやったことが全部自分に返ってくるっていう覚悟でやってでそれがこう試合を見に来る人は全て自分のためにお金を払ってるだとか自分を見るためだけにその会場に足を運んでるだとかっていう意識でまあもちろん団体競技と個人競技なんで完全にそのメンタルになるのはちょっと違うかなと思うんですけどそういう考え方の幅っていうのは僕にはなかったんで。 なんかすごくこう,もうビンタ食らったぐらいの、うん、俺はちょっと考え狭かったなって思っててだからもし J リーグでサッカーしてる選手の中にそういう思いでやってる人がいたら自分みたいな考えの選手ってすごくこう甘えてるように見えてんのかなとか <laughs> 言い訳なんか人のためって考えて言い訳してんじゃねえよって思ってんじゃないかとか何かそういうふうに。 考えるきっかけになって、まあ、そこまでこう自分が自分自身のサッカーに対してこう覚悟を持ってでき,たのできてたのかって言われるとちょっと自信がなくてで、それこそちょっとクラブのためにって言ってることが逃げ道になってるんじゃないかなって疑ってし,しまったっていうのが、まあ、このテーマをしただけです。ちょっともうかまとまってなくてあれなんですけど。いやー まあなんかまあおのおのちょっと後で話聞きますけどいやもう個人的にはやっぱ自分をこう数万人の人が見に来てるっていう感覚を持ったこと僕もないですね正直うん。なんで、うん、まあかといって別にこうまあく君のパターンは結構こうある種 なんかこうすごくレアケースでなかなかこうサッカー選手の中でやっぱ一つの組織にそれだけ長くしかもこう小学校の時からとかいるパターンはないと思うのでまあちょっとそこの前置きはちょっと先にさせてもらうんですけどまあなんかすごくそれはこうなんかですかね僕みたいな立場からするとすごい幸せに見えるんですよそういうクラブが。 こうあるっていうこと自体例えば僕はなん,なんかこう地元のチームとかなかったので小学校の時から高校のチームに憧れてたとかっていうのは、まあ、もちろんそのちょうど小学校2年生の時に J リーグが始まって、まあ、あそこが好きだったここが好きだったとかありますけどこう地元のチームでそこのスクールとか下部組織に通ってとかっていうチームはもちろんなかったんでこうちょっとこうパターンは違うんですけどまあなんか。 まあ、そういうういいクラブがあって羨ましいと思う反面でも多分ほとんどの人がそういうふうに思ってると思うんですよ僕みたいなこうそういうクラブがない人にとって淳君みたいなこうそういうクラブがあるのっていやでもそれもそれって幸せなことじゃないっていう話にもなると思うんですけど、まあ、実際当の本人は、まあ、ビンタを一発食らったわけでなんか僕は個人的にはなんかそ,そういうクラブがないにもかかわらず自分を見に来てるっていう感覚はほとんど 持ってなかったです、正直。うん、持ってそうな、ケイマンとかどうちょっと持って。いやいや、<laughs> 持ってますか。<laughs> いや、わかんない。あの、なんとなく、ごめん。どっちに振ろうかそうですね。まあ、でも、やっぱり、そうですね、僕も、まあ、何回も、あの、短いスパンで移籍してる感じなんで、まあ、そういった面では君、んく <laughs> 君とは全然違う。 あのところありますけど、まあ、どのチームにいても、まあ、組織のためにっていう思いは、まあ、基本的には思って、あのー、やってるんですけど、やっぱ、その、でも、潤君ほど、その、やっぱ、ちょっとバックボーンがちゃんとあって、そのー、失礼し,し <laughs> すごい勢いで、今、しし <laughs> 勢いすごすぎて持ってかた <laughs> なんだっ生,生放送感がすごい。大丈夫はい。<laughs> 大丈夫え,っと,<分>えっと、そうですね。そ,うそ,うそ,うそ,のそこまであのバックボーンとかいろんなものを背負って、そのまずできる、さっきもユズオ君も言ってましたけど、あのー、すごい幸せなことだとすごい思うんですけどね。だからこの 組織のためにそのやることが逃げ道かって問われたら、僕はなんか逃げ道っていうのはすごい違和感が感じるっていうのはすごい。やっぱそこはよし悪しではないなっていうのはすごい感じてるから。うーん、なんかその組織のために尽くしてるから、なんか本当は違ったなんか上に行きたい。例えば明確な目標ではないけど、もやもや上に行きたいけど、俺は組織のためにやってるから、 仕方ないっていうのは逃げ道かなとは思うんですけどでもその本当に心の底からこの地域のためこのクラブのためにやりたいっていう思いは全然僕は何か逃げ道ではないんじゃないかなってすごい思いますね。これを考えたときに いやあの確かにケイマンが言った通りまり、あ、逃げ道ではないんだけど、まあ、逃げ道にもなり得る言葉だなと思,う思って自分はよか,れいやそうよかれと思って組織のためをもってこういうことをやったけど、うん、それが自分にとっていいふうに結果出なかったでもこれはまあ自分の中で組織のためにやったことだからっていうのはなんかちょっと逃げ道になり,、うん、なりかねないというかそこのこう。うん 自分自身でサッカーを追求していく上でのエネルギーにする分には全くもって僕個人的には逃げ道じゃないんじゃないかなっていうのが思っててやっぱこう,、うん、うん自祖で、えー、岩尾選手かな薪をくべるっていう言い方をしてましたけどその薪の中に自分自身を燃やしてこうエネルギーにこうサッカーとかフットボールを追求していくエネルギーにする。 薪の中でそれがこう組織のためとかっていうのが全然あるってもあることはすごい素晴らしいことだと思っててまあだから潤君は逆に薪の,の種類が他の選手よりたくさんあるぐらいに僕は思ってるんですけどでもかといって自分の薪がなくなった時にまあこれ薪がないのも今まで自分が組織のために薪をそっちの組織のに燃やしてたからだって言い始めたらなんかそれはすごくこう逃げ道だなと思って。で 実際こう、うーん、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、なんか逃げ道にしてる選手も、まあ、正直僕は今まで見てきたことがあるし、うん、まあなんか、っていうとなんかちょっと誰だよとかっていう風な話になっちゃうかもしれないんですけど、<laughs> うん、いやなんかこう、まあ、そういう選手たちに僕は言ったことも、その類のこと言ったこともありますけど、まあ、やっぱりこう、 個人としてやっぱりこうピッチに立った瞬間にできるやっぱ最大の組織への貢献はやっぱ自分の100%のプレーを出すこともうそれのみでピッチの中においてはもうほぼそれのみそれがこう例えば周りを生かすプレーだとかそうどうだこうだってもうサッカーにちょっと現場に寄っちゃうとまた話変わってきますけど大枠で捉えた時には個人的にはそういうふうに思ってるんでそれがこうできない理由をやっぱり組織のそういう自分がこう組織に対してしてることの大きさ にこう例えてそっちに逃げる逃げてる選手はなんか自分の中でもちょっとこう、うん、今までやってきた中でちょっと心当たりが正直あったのでなんかそれは逃げ道だなと正直個人的に思うんですけど、うんうん、慎太郎君ちょっとなんか僕すいません僕が先に話しちゃったんですけどどうですかいや本当にそのさっき雄三さんが言われたように,そのにチームのためにすることをエネルギーとして 自分のプレーに還元できたりとか100%の力を出せる出すためにチームのためにっていう思いでやることってすごいパワーにヒットパワーになるしすごいすごいことだと思う思いますでもその逃げ道っていうところからだともしなんかクビになった時とかサッカー選手だとしたらクビになった時に まあ俺チームのためにやっててこんだけチームのために尽くしてクビになったら OK だよって思えるかいやそれは違うって思えるかとかやっぱそういうことになってくるんじゃないかなと思ってまあそれが逃げ道かどうかっていうのはまあ人の価値観かもしれないんですけどまあ僕自身はやっぱりチームのためにやってクビになったならしょうがないって思 思いいたくないしやっぱり自分の力を自分を出してそれでもクビになったんならしょうがないって思えるようなサッカー人生ではいたいなと今回このテーマを出されて思いました、うん、はいなんかく、ね、君が前なんかこう言ってたこう組織への貢献の仕方みたいな話もしてたねやっぱ個人で突き抜けることのなんかそんな話を まあしてたなと思うんだけど、してなかったっけいいあの、うん、あの誰だっけあの富安選手とかのを例えたりとかして、はいはいはい。そうですね。だから、その、まあでも個人で自分のこうプレイ、自分の武器に磨きをかけることで、やっぱそれで評価されることって間違いなくあるし、まあ、チームとして、 ゃないと評価されないっていう一面もあるとは思うんですけど、まあ、富安みたいにこう、アビスパーが J1 に昇格できなくても、自分は海外のチャンスをつかんで A 代表まで上り詰めてって、まあそういうことを僕もまあ目指してましたし、で、まあじゃあこれ、それをこれからやるっていうと、まあなかなか現実的ではないとは思うんですけど、その、まあただ、 冨安がこういこういう今いる立場まで行った中で決してこう自分のためだけにやってたわけじゃないかなと思って、うん、あいつもすごいあのクラブに対して思いがある人で,で、うん、まあ帰ってきたいっていうか、まあ、こう体が動くうちにやりたいっていう気持ちも話もしますし、うん、クラブのこともずっと気にかけてたりするし。で まあ,あいつは移籍金とかも残してこう自分がやってることがクラブのためにもなってっていうのすごく素晴らしい形だと思うんですけど、うん、まあじゃあ自分はどうするかってまあ今はどうするかって考えた時にまあそのじゃあ今からビッグクラブに行って移籍金を残すっていうこととまあそれもすごいそこを目指さないとサッカー選手としてダメだって言われたこともあるんですけど 僕は、アビスパが J1 に上がるために、その歯車の一つになることができれば、自分の成長にもつながると思っているんで、まあ、そのためには、やっぱりこう、クラブの中で自分がやらなきゃいけないことと、まあ、自分がやりたいこと、まあ、やりたいことでやらなきゃいけないことって、また、サッカーの ピッチ内の中によるとまた話違ってくるんですけどでも絶対自分がやりたいことだけやってそれが達成されるとも思,思ってないんでまずはこう組織っていうかクラブの中で自分がやらなきゃいけないことっていうのを見つけたいと思って常にでもそれってまたこうクラブのためっていう逃げ道なんてないかとかこう自分 がこう自分の武器とか自分のプレイに磨きをかけることがこうチームの力になるんじゃないかとか逆にそこはこう最終的にこうクラブとしてこう勝ちをつかめればいいし今はクラブとして J1 昇格をつかめればいいんですけどそこのこう向かい方道の選び方のこう発端というか,だからそこってまあたどり着けばいいんですけどなんか何だろうな 僕はクラブのためにって思ってやってきたんですけどそれって本当にこう最初の根源として正しいのかなっていうの、うん、今回まあまあでもそれこそ本当にもうそこの根源のところは人それぞれいや人それぞれって言ったらダ <laughs> メ。 ダメだっていう話を <laughs> こ待たしたのに早速使ってしまった <laughs> しまったどうしよう、まあ、<laughs> いやでもそこの違いがあることはなんかそれこそい,こうい,いろんな選手がこうサッカー界に存在する上でとても大事なことだと思っててみんな同じような選手だったらすごく面白くないし、うん、なんかそこは 問わない今、く君の話聞いてて、なんか全部正解なように聞こえてしまって、個人的には。うん、なんか、かもしれないし、かもしれないしって言ってるのが、あそうだな、そうだな、それも正解な、それもそう正解なって思って。うんだから、なんか、ある意味、そこは、まあ、なんか、もう一、ね、回使っちゃいそうになりましたけど、<laughs> 決してその組織のためにっていうところのが、こう、入り口は、 入り口自体間違ってるとは思わないです。でも本当でもさっきもの繰り返しになっちゃった時にやっぱそれで潤くんが納得いくかどうかっていうところで、うんあのー、何かこう不幸せなことが起きた時、うん、さらにこのその組織との不幸せなこと、うんうん、が起きた時にこう自分で何のこう うん何の未練もなくいやもう悔いなしって言えるまあそ,そう言えるのってなかなかこう難しいと思うんだけどどんな形、はい、ど,どんな入り口であっても、うん、難しいと思うんだけど、うん、そこで納得感があるかどうかって想像するとその入り口がこう正,し正しいっていうかのかどうかっていうのがすごいわかるんじゃないかなと思うんですけど。はい、うん ゲーマンはさっきどのクラブでもこのクラブのためにっていう気持ちがあるって言ってたけどでも俺も正直こうそういう割とそういうタイプでいるチームいるチームに結構そういう風にうに思いでやってきてここがなんかこう自分のこうキャリアのステップだなって思って所属したことはまあ3チームしかいないんですけど。 まあ1回もなくて、うん、でもかといって別にこうなんですかね、うん、入り口自体がじゃあそのクラブのためだったかって言われるとそれはさすがに無理があって、うん、そもそもの入り口がどこだったんだろうって今ちょっと今喋りながらすごい迷子になってるところではあるんですけど、はい、ケーマンで言うとじゃあその淳君のその、うん、少しなんかテーマが。 大きくなっちゃって、それちゃうかもしれないけど、なんかこう、入り口みたいなところは、プレーする上で、どういうところにあるのそうですね。ああ。でもやっぱ僕の場合は、こう、まあ、もちろんクラブのためにっていうのは、まあ、クラブ所属した時点で生まれはするんですけど、まあ、やっぱ入り口の部分でいうと、やっぱ個人的な、やっぱ、 目標とかっていうのは、まあ、自分なりにあるんで,、うん、でそこからやっぱこうどうしてもうん逆算するというか、うん、うんなんだろうなそのためには、まあ、自分がどうここから成長していかなきゃいけないとか、まあ、どういったうんそうです、ね、結果を残してっていうのは、まあ、少しはまあ考えるし、まあ、入り口はやっぱ個人ではあるのかなっていうふうにはすごい、うん、そういった面では。 そうですね、今は、そういう選手が正直ほとんどだと思っていて、うんうん、慎太郎君はどういやもう僕も多分ケイマン君とかと全く一緒で、まあ、プロになるまでの過程としたら、自分がどうやったらプロになれるかとか、どこに身を置いたらプロになれるかってことを考えて、組織選びだったり。 あのクラブ選びだったりっていうことを確実にやってたと思います。うん、でプロになって、まあ、大分で2年やって今北九州2年目なんですけど、うんまあ、プロ2年大分でやってやっぱ自分はもっと試合に出れる環境というかチャンスを多くチャンスが多くある環境に身を置く必要があると思ってレンタルで J3 に移籍も考えましたし。 そういった意味ではやっぱり個人で活躍するだったりプロになるっていうことを考えての組織選びでした。きっとそこの導入部分で組織のためにやるっていうのが正解なのかどうなのかっていうのをすら考えたことがないよねきっとね。正直でほとんどの選手が何回も言うけど <laughs> その状態だと思っててでもやっぱりこういるじゃないですかどのクラブにもやっぱりこう長い選手だったり下部組織でずっとやってた選手とかやっぱなんかこう似たような悩みとかジレンマを抱えてる選手多いなと思うんですけどどうですかその辺2人はなんか今います僕はなんか今パッとここで名前出していいのかなって。 わかんないですけど、<laughs> あのマリノスの,あの木田選手はやっぱり似たような話を、あれはケイマンと3人でお茶した時にしてたよね。そうですね,、はい、ですねあれは、だから去年のシーズンが始まる前のオフだよね。2019年のオフに、本人に全く了解を得ずにしすねでも珍しく、うん 悩んでたというか、うん、そういった感じは、はい、<う>ありました、ね、で、彼もやっぱり、うん、マリノスでずっとね、うん、それこそ小学4年生の時からずっとマリノスにいて、うんうん、でやっぱクラブのためにやるっていうこととこう自分のためにやるっていうことのこうなんていうんですか狭間に立たされてた時で、うん、まあ個人的にはですよ こその時僕はケー、まあ、マン絶対覚えてないと思うんだけど。<laughs> えー、覚えてます覚えてます覚えてますか,覚えすかなんか、いや僕は好きにやったらいいんじゃないかって言ったんですね。うん、もうどっちかっていうと、もう、そこに組織と自分を投影しすぎ、まあ、真面目だから彼もなんかすごく、うん。そこでやっぱり苦しんでパフォーマンスが出ないんだったら、それはもう本末転倒なんじゃないかなって思って、好きにや,やったら っていう風な類のことを言った記憶があるんですけど、うん、まやなんかすみません去年それね優勝したし彼がすごくいいパフォーマンスだったんでなんかこれなんか俺のおかげだみたいな文脈の話ではもちろんないですよ <laughs> なんか <laughs> なんかすごいいやらしいだ今喋ってて今なんか変な感じになっちゃいそうなって思ったから先に言いましたけど、<laughs> うんいやあのそうなんですよだからそうまあ、僕個人的にはですね。 うん、なんかこうんくんのなんか別に悩み相談とかっていうわけではないんですけど、うんうん、なんか好きに好きにやったらいいんじゃないかなと思うんですよすごいそれは好き勝手やるのとかじゃなくてなんか潤くんが好きな心の置きどころって絶対あるじゃないですかいやなんかもう個人でそれこそ追求してない自分が気持ち悪い人ももちろんいるだろうし 組織のためにっていう導入部分が気持ち悪い人もいるだろうしそれがいい人もいるだろうからなんかそれとこう、うん、追求自分自身のこの追求の度合いってそんなに何て言うんですかこう組織のためにプレイしてることが個人の追求とそこまで僕はリンクしてると思えないですねどっちも何 <laughs> て言うんですかうん相反しないというかどっちも両立するものだと個人的には 思ってるのでっていうかその感覚でずっとやっ僕はやってきたんでうんなんか両方やったらいいんじゃないかなってすごい思っちゃうんですけどまあそれでね自分のためにこう、うん、お客さんがこう見に来てるっていうそこのこうメンタリティを持てるかってなるとまたちょっとそこは、うん、疑問疑問というか、まあ、僕はあまり持てないです。でもそれでももそそれれに対して責任感がないか って言われると、もう別になんかそ、いやいやそんなことないよっていう感じですけどね。まあどうしてもやっぱりこう、サッカーは、やっぱ自分の価値をクラブを通して発揮してるんで、やっぱそこでこう、そこのクラブをどうしてもすっ飛ばせないところあるじゃないですか、絶対に。うん。もちろん、すっ飛ばす、まあなんかこう、うん、空中戦みたいなブランディングの仕方ももちろんあるとは思うんですけど、 なんか僕はあんまり、それって、うん、サッカーっていうスポーツに、なんていうんですかね、のらしさではないかなとは個人的には思ってるんで、うん、っていう話なんですけど、まあ、今の話を聞いて、潤、ま、君、あ、がどんな風なシーズンを送 <laughs> るのかっていうのはまあ楽しみなんですけど、うん、どうですかでも本当なんか 自分が、こう相談、相談っていうか、こう、迷った時話を聞く人とかにも、やっぱり、もうちょっと好きにやったらいいよって実際にも言われましたけどね、うん、のシーズンとか。あ<ー>まあそういうことなんだろうな、ではなんか、思います。うん、ただそこをこう、なんていうのかな。 うーんなんか見え方ばっかり気にしてるのかもしれないですけど、結果的にこう、なんか自分が数字を出せたりとかできればいいけど、やっぱりこう、それでもチームが勝ちたいなっていうのがあるんで、本当に両方リンクさせて、これつなげるっていう作業を頑張りたいですね。 こうはん思いっきり反対側に触れて自分のことばっかりやると絶対またいいことないと思ってうん、うん、そこをしっかりつなげるというか、うん、その作業が大事かなと思ってますなんかそこのリンクさせるのもなんかそれ自然とできる人もいればなんかやっぱりこうそういう純君みたいにクラブへの気持ちとかが大きいと。 ななかなかそれ自然に行えないそういう、うん、パターンもあると思うし、まあ、なんかこの間のこう、ね、あれでやったケーマンのゴールの話にもちょっと続くんじゃないかなと思ってて、うん、そううですね、うん、どうですねどか,なんかあのよくあるんですけどこうクロス入るときにこうニア入るかファー入るかみたいな例えばツートップだったらなんか結構ファーの奪い合いみたいな結構。 怒っちゃうっていうのは。どうしてもやっぱ、クロスターからすると、ニアが一人潰れて、そのスペースに入れたいみたいな、まあ、ところを入れやすいと思うし、そっちの方が、可能性としてもやっぱ高いから、それも多分、フォワードは分かってるんで、どうしてもこう、 おど、どっち行くのみたいな、<laughs> な結構あるあるっていうか、それでこそ、だから、組織のためを思えば、どっちかは必ずニア入った方が絶対にいいし、いや、でもニア入って潰れて、なんか、この試合点取れなかったら、みたいな、こう、まあ、結構これ、多分、プロ問わず、高校サッカーも中学校も結構、あるあるっていうか、フォワードの中で、多分、そうだと思うんですよ。特に、 まあ高校生なんかとか大学生なんかは、やっぱプロ目指している子とかは、チームのためにプレーもしたいけど、個人としてやっぱ目立たないとプロから引っ張られないっていう葛藤は絶対あると思うし、そういった意味でやっぱこう結果が問われるポジションはそういった多分葛藤もしてると思います。守備とかも含め、それは間違いないと思いますうん。ななるほどど、うん、本当余余談談中の余談なんですけど僕昔フォアでやってて うん、もうガンガンそのニアとかの方でしたね。なん,か <laughs> なんていうんですか <laughs> ニアにもう, <laughs> もうそうぜなんかもうシュゴール以外のことをやるのが得意だったんで<ー>全く評価されず <laughs> コンバートされました <laughs> <ー> <laughs> でもなんかこういや後から思ったらやっぱり本当に向いてなかったなって思うしうんその。 うん、こうゴールゲッターに必要なそういう,うん、うん、ものを何一つ兼ね備えてなかったんで、いやだそういう気持ちの表れがニア僕を駆り立ててたんですよ。うそうね、手取れないからどうせ自分は。だったら、そっちに逃げてたんです。<あー> <laughs> それはあれはもう僕今はでも思いますよ。 あれは組織のためには完全俺逃げ道だった <laughs> <laughs>、うん。ゴールから逃げてるっていうか数字から逃げてる。<ー>うん、確かに、うん。でもやっぱり、うん、自分のなんかこうやっぱりこう点を取るという仕事に対しての追求が本当に足りなかったなって、うんうん、思うのでなんかこうだし、まあ、そもそも何回も言いますけどそれ向いてなかったんですよだからそれはしょうがないと思うんですよね。 あれは逃げ道だったしよくなかったですけどでもそもそも向いてないからしょうがなくてだからこう向いてる向いてないがあると思うんですよ心の置きどころとかそのプレーとかにおいてもだからなんかこう、まあ、正解ど,どっちに触れるのが正解でももちろんなくてそっちどっちがこう自分らしくいいプレーができるかっていうことのみだと思うんですよね判断基準としては、うん、僕はなんかそれが本当に今のこうポジションとかプレイの仕方でこう いい感じに収まったので、まあなんかあ、改めてそうやって振り返れるんですけど、慎、うんまあ、太郎君はそういうなんか経験ありますこ,うそこのこう狭間で揺れる、あのー、僕はないんですけど、うん、ちょっとこれ、絶対聞いとこうと思ったのは、僕、く君と1年だけ大分でやってるんですけど、うん、大分からあ福岡からく君がレンタルで来て、僕1年目、1年目だったかな、プロ。 でまあ、プレーそれを惜しくもいけなかったんですが、んン君のパフォーマンスはなんかよく見えて、コンディションもむちゃくちゃ良さそうだったし、まあ、アシストだったり、ゴールっていうのはすごい良さしてたし、本当チームの核になってたイメージで、笠さんのサッカーってすごい難しい中で、まあ、昇格したってだったりっていうので、難しい。 状況が多かったと思うんですけど、その中でもそのすごい活躍されてたからその時の大分にレンタルで来た時のメンタリティと今のメンタリティ大分じゃなくて福岡に帰った時のメンタリティと大分に来た時のメンタリティの違いだったりとかってありますかきわどいねめちゃくちゃ。その時のメンタルっていうのがすごいなんかこう。 今と真逆というか分かんないですけどななのかなとかと思ったりとかそううんあでも大分に行った時ももちろんその自分がアビスパに対しての思いがあったから大分のにもともといる選手とか下部組織からプロに行った選手のことを考えるとまずはこう移籍してきた選手もそういう姿勢を示さないといけないなとは 思っってやったし最初はやっぱりこう肩さんがやるサッカーを早く覚えようとかって思ったし自分がこう何したいかっていうよりかはまず肩さんのサッカーってどういうサッカーやろうっていうところから入ってだからこう大分にレンタルで行ったのも1年だけやったけどそれはこう自分の成長っていうだけじゃなくてやっぱりそこは大分のためっていうのの方が どっちかとかじゃなくて比べるとやっぱ大分のためにって方がやっぱ強くてでも入り口はやっぱそうやったんですけどでも途中からやっぱりそのさっき柚く君がその求められてることをこう,こうリンクさせる、まあ、技術みたいな話をしましたけど本当にこう何もこうすり合わせることなくこう自分が思うようにプレーすることがこ 大分のサッカーにマッチしてる感覚があってその時は、うんうん、だそこの心地よさはすごくあってでまあまだそんな時間経ってないですけどまあじゃあその時の大分と福岡って、まあ、結構趣向の違うサッカーをしてて、まあ、自分が福岡に帰るっていうことはまあ、まあ、片さんのともとでやってたようなプレーはできないとは思ったけどまあ なんだろうなそこでこう言い訳するつもりじゃないけどでもやっぱどのサッカークラブでもこう全く同じ考えの監督とできることはないと思ってるんでそのギャップぐらいに思って、まあ、大分で覚えたことを福岡でも活かせればなって思ってやってその時はまあ帰った1年目はまだその,そのぐらいの気持ちで。 やっとっとたかなでも本当去年はそういうのも全部忘れてしまってチームが全然うまくいかんし <laughs> 自分のプレーもこう追求する余裕もなくこうある意味クラブのために行って考えすぎてそれが逃げ道になって自分のパフォーマンスも下がっとったんかなとも思うしなんかそこはねすごい本当正直言うと楽しくサッカーできとったのはやっぱ大分の時かな <laughs>。 そうですねここれは17から1 8十9にかけて、うんうん、いや本当にこうなんか気持ちよさそうにプレイされててそれがチームの形になってたので、うん、うまいことマッチしてたんですね、うん、そこが <laughs> 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 あのー、こういう時のために アンケートを取っておいたんですよ。あ、いい。<laughs> はい、あの、いや、いいですね。そんな白々しく、みんなで考えたじゃないですか。さっき。えー、なんだっけ。なんだっけ、けいマ、えー、え、あれじゃないですか。あ、そうだ。えー、組織のために、プレーしていない選手を応援できますか。うん、えー、できる。 28%、できない72%です。できない、できないですって。できないか。できない。で、みんなナチュラルにしてるんですけどね、正直。っていうと、なんか、すごく、こう、うん、ね、なんか、トゲがありますけど <laughs>、やっぱ、そこはこう、なんですかね、うん、心の、こう、持ちようまでは、まあ、ね、 まあ、なんとなくは見えても本当のところまではなかなかこう皆さんのこうファンやサポーターやの皆さんのところまでなかなか届いてないのが現状だと思うので、まあ、別にそれがよしあしではなくでもなんかこうどういう選手がやっぱりこうどういう選手がまあ選手そ,のそれぞれがどういう気持ちでこうプレーしてるとかどういう考えでプレーしてるかっていうのはなんかちょっと。 こう本筋から離れますけどなんかもうちょっと皆さんに伝わるような仕組みがこうあったらいいなっていうのは思います、うん、いや別になんかこうねえ潤くんがこんなコアアビスパのためにやってくれてんだからとかそういうのじゃなく、うん、なんかそれもまあ一つのこう、うん、サッカーを見る上でのなんかポイントになるんじゃないかなって思ってるので、うん、まあでもほとんどの人ができないと言っておりますどうですかこの結果を受けてマン そうですね、ドキッとしますね。いや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 たまにはニアにも行かないと。ファーだけは構えファーばっかり待ってる。いう風な話にもね。今の話が具体的すぎたんで、長崎の試合、注目される。すぐ分かりますね。チームのためにやってるかうか <laughs> いやでもなんかさっきの慎太郎くんの話じゃないですけどなんかやっぱそれってうまくリンクするときってリンクするししないときってどっちもしないじゃないですか、うん、うんだからなんかこうどっちかをこう回し始めればなんかいいわけでもないですしなんかこうねうんまあ両立すいませんなんか無理やり着地させに行っちゃってますけどなんか両立 できるんじゃないかなとまあだから今日のテーマで言ったら、まあ、逃げ道かどうかって言われたら、まあ、逃げ道にもなるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけどでもさっきも言ったようにもちろん組織のためのプレーっていうのがあのその個人のこう、うん、燃やす薪にもなると思うし淳、うんまあ、君はだからそこの薪の種類が他の選手よりすごく豊富,だ豊富で、まあ、さらにね大分でもやっぱりそういうメンタリティでやってたってことは。うん うん、なんかすごい今聞いてて「はへーってなっちゃいました正直もともとそういうね <laughs> そういう人って言ったらちょっとあれですけど <laughs>、うん、ねえだからでもこうさっき今慎太郎君がやっぱ同僚からああいう声があったんでねうん,そ,んその両方回ってる時の鈴木潤はすごかったぞっていう話なわけじゃないですか <laughs>。 <laughs> うん、すいませんなんか,もうなんか自分の好き勝手やってるんやと思ってましたいやその好き勝手っていうのは自分の能力の向上だを大分にしに来てると思ってたんですけど、うんうん、まさか大分のためにでも僕ヴェルディの時もやっぱ一緒ですよ、うん、やっぱそのすごい外から来た人をこうすごい見るんですよねなんかこの人 なだから、まあ、それもなんか,か、うん、よくないなと思いつつでもしょうがないから、うん、それでだからそういうで大分もベルディも下部組織から育った子も多かったしそういう子たちにはこう恥ずかしくないようにはしたいなっていうのはありましたね。 鈴木潤が立派だっていうことでいいっすかね <laughs> 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 そんな感じになっちゃって。いやでもすごい、ね、あなんかでも分かる分かるわかるっていうとちょっと軽いかもしれないけど、うん、でもまあなんかさっきも言ったけどまあなんか自分が今こうパッて、うん、自分がいいプレーできてた時ってやっぱなんかそこまでこう意識せずともこう 両方しっかりやっっっぱ回ててたなな思うんで、うんでかポジション柄どうしてもまあケーマンちょっと違うけどやっぱ周りと、うん、まあもちろんケーマンもだけどこう周りを活かしたりっていう風なこうプレーも結構求められるポジションではなんかそこがやっぱり両方同時にいい感じに回ってる時には必然的にこう何も考えなくてもまあうまくいくっていう感覚もあるだろうし。うんまあ、結局 好きにやったらいいんじゃないかっていうふうな話に <laughs> 最終的には<っ>、はい、なりました組織のためのには逃げ道かは、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、逃げ道にもなり巻きにもなるということでなんかこう語りそびれたところありますか慎太郎くん大丈夫あの一応ちょっと 記事は一応用意してたんですけど <laughs> <laughs> 一つだけなの手なあよい手 <laughs> 調べこれす,すみません、これ前前回何回目だったっけ九州支部で出たの <laughs> その放その放送見てない人はこれでなんでこんな俺らが爆笑してるのかよくわかんないと思うんですけど前あの九州支部で実装トーク出た時に慎太郎くんがあの 仏教からの引用 <laughs> うん、あの、まあ、そこからこう引用キャラにうん、下調べキャラ引用キャラに <laughs> 無理やり我々がしちゃっててははい、はい、まあ一応まあでもいいいいかな今回は大丈夫ですか大丈夫ですかわか,、はい、かりましたはい、またじゃあ次回に何か、はい、うん、次はこう違う宗教でもいいですし。<laughs> <laughs> 分かりました <laughs>、はい、ではもう時間もいい時間なのではい皆さんちょっと暑くなってきてこれから梅雨にもなってまあちょっとあまりいい季節ではないですね憂鬱な季節ですけど、まあ、開幕もだんだん近づいてきましたねもうあと3週間後はい実、うん、は 実は週そう27、二週間後ですね3週間。3週間ぐらいですね、うん。そうですね。まあ、多分開幕までには、もう一回はこのメンバーでの放送がちょっとあるかどうかわからないので、まあ一応ここでちょっと皆さんでこう検討を誓い合って、はい、今日の放送を終わりにしたいと思います。はい、じゃあちょ